そしてこの後午後1時からは大人気 YouTuber チャンネルヤギさんのご登壇、午後3時からはキズーの園長、そして本イベントの主催者でもあります白輪清さんによりますトークショーの開催となります。本日のステージイベント冒頭の皆様お楽しみください。もう間もなく富水明さんによりますトークショーが開催されます。はい、では2匹目の個体の紹介をしていこうと思います。まあ、このね、ホームバッグに入れて持ち帰ってきたんですが、もうね、実は中身は出してありまして、よっ、こちらです。こちらの亀になります。まあ、こちらはヒョウモンガメ、まあ、よくヒョウモンリクガメとか言われますけど、まあ、正式的にはヒョウモンガメらしいです。でもこちらのヒョウモンガメはザンビア FH ファームハッチですね。まあ、よくね FH って表記されてるのは、ファームハッチって言うんですけど、まあ、CB よりは自然に近い環境、なんて言えばいいんだろうな、ものすごく大きな、自然に近い環境の繁殖場で孵化した個体なので、 CB よりはちょっと野生よりみたいな、感じの環境で、ザンビアというねアフリカの国で、生まれた個体になります。なんでワイルドではないです。でも CB でもないです。ちょうど間みたいな感じですね。でもこちらは一般的なバブコックヒョウモンだと思うんですが、顔がねものすごく可愛いのと、あとイベントのブースって結構ね人が見たりとか、急に環境がねショップから変わったりとかしてね、萎縮する個体が多いんですが、まあ、この子はね10頭ぐらいいたのかな、10頭ぐらい同じサイズのヒョウモンが入ったケースの中で、野菜をね普通に食べてたので、あ、状態良さそうだなと思って、まあ、持った感じ重みもあるし、まあ、元気そうだなと思って、まあ、この子をね選んで購入をしました。まあ、それなりに大型になるリクガメでして、どうかな、まあ、ゾウガメとかケヅメとかよりは小さいんですけど、どうですかね、まあ、飼育下でいうと多分40センチ50センチの個体って多分そんなにいないと思うんですけど、まあ、多分40センチぐらいにはなると思いますが、まあ、それなりにねその40センチに行くまでは結構期間がかかると思います。まあ、水ガメと違ってこの力強い手足、特にこの前足の鱗がかっこいいですよね。この恐竜みたいなこの大きい鱗、陸生特有の力強さがありますよね。でもこれ厳密に言うとね、これ僕の個体じゃないんですよ。母親が買ったリクガメなんですよね。母親が買ったリクガメを僕が育てるんです。どういうことかというと、まあ、うちの母親がヒョウモンリクガメ2匹目が欲しいということなんです。ベビーをね今こう飼う環境がなくって、まあ、だからといってもうすでにヒョウモン飼ってるんですけど、まあ、そいつと一緒にするにはちょっとサイズ差があるということで、この個体がある程度大きくなるまでは僕が育てて、で先住のねもう一匹と住めるサイズになったら母親がまた飼育するという、そういう取り決めをして、母親が購入して僕が育てるというね、面白い境遇にいるヒョウモンガメです。まあ単純に僕が育ててみたかったっていうのも正直ありますけどね。このヒョウモンガメはどこまで綺麗なフォルムで育てられるかっていうのをチャレンジしたくて、僕が育てるよってね申し入れたというか、まあ、環境としては、まあ、水ガメがたくさんいる部屋で、湿度もあって温度もね、
高めに設定してあるので、このリクガメを大きく育てるっていう環境にしては結構ね適してるんじゃないかなと思うので、まあ、このままボコつかせずにこのフォルムで少しでも長く維持してかっこいいアダルトになるように頑張って育てていこうかなと思っています。まだこのヒョウモンに関してはね、リクガメの中でも特にデリケートな部類でして、まあ、大きくなっちゃえばそれなりに丈夫だとは思うんですが、結構ね、こういうちっちゃいエチはちょっとデリケートだったりするので、まあ、慎重に飼育をしていこうかなと思います。今のところ調子は良さそうですけどね。はい。まあ、そんな感じで、ジャパンレプタイルズショーお迎え動画第2弾でした。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。動画は金曜土曜の夜8時に更新をします。それ以外にも不定期に更新しますのでぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。